クレーン、山の会の、四月霊界登山は、山梨県南巨摩郡にある、日本二百名山の、七面山、1982メートルでした。東側は身延山、富士川を隔てて天使山地と対峙し、西側には猿ヶ岳、西南山など、赤石山脈南部、白峰南峰の山々が連なります。七面山が、身延山と共に、法華経信仰の聖地となったのは、1274年、日蓮聖人が、身延山に入山されて以来のことです。七面山の登山口は、表参道入り口となる羽衣地区の人力坊と、裏参道入り口となる須弥瀬の神通坊の2箇所ですが、今回は、表参道を登り、七面山軽視院を経由し、山頂に至り、下山は、軽視院に戻り、裏参道を下り、神通坊から須弥瀬に降りるルートとしました。